皆さんこんにちは。ライデン将軍の声をやらせていただいております沢城みゆきです。原神が3周年ということで、おめでとうございます。そしてありがとうございます。皆さんのご声援のおかげでここまで来れました。私はですね、ライデン将軍、そしてエイ、そして誠という、三役を、演じさせていただいてきました。1年目にライデン将軍が実装されてからもう2年ということで、早いですね。本当にありがとうございます。最初にこのライデン将軍っていう、キャラクター資料をいただいた時には、収録もそうだったんですが、すごい冷酷、とにかく冷たくとディレクションを受けながら撮ったキャラクターだったんですが、なんでかっていうと、それは、エイちゃんというですね、今の稲妻の神様が作った、人形だからなんですっていう説明を受けて、あ、だから、こう淡々と任務を遂行していく感じなのかと思って、やらせていただいてきました。で、そのこう、淡々とした冷たい感じとはこう対照的にですね、エイというキャラクターがいて、彼女は友達とか家族とか、たくさん失ってしまった過去があって、それによってその永遠っていうものに執着しているところはあるんですけれども、普段の姿はですね、なんというかこうふんわりしているというか、天然というか、のんびりしたところがあって、そこがちょっとこうバックグラウンドとまた対照的になってくるなと思いながら、そのギャップも楽しみながら演じさせていただいてきました。さらに途中からですね、エイの双子のお姉さんの誠っていうキャラクターも登場したりとかしまして、演じ分けにわたわたしながら、やらせていただいておりました。楽しんでいただけたらいいなと思っております。最近は、何ですかね、イベントなんかで、こういろんなことに興味があって、他の人たちにはちょっとびっくりされる、すごい世間知らずなところもあるような姿で、Aちゃんがたくさん出てきていて、すごくのんびり楽しませていただいてきました。なんか、そんな、お話がこの先増えていっても、嬉しいなと個人的には、思っておりましたので、引き続き、ご声援のほどよろしくお願いいたします。これからもライデン将軍、そして、エイちゃんと一緒に原神の世界の冒険楽しんでいただけたらと思っております。ライデン将軍役の沢城みゆきでした。